どうも、虹色ライダーでございます。虹色音声始まりました。ひっそりと。今回は椎茸占いの蜜と毒という本から、一部抜粋して喋りたいと思います。今回はサソリ座ですね。サソリ座の、悩みについて触れたいと思いますけれども、悩みの前にあなたはこんな人ですという項目があるので、そこを読んでいきたいと思います。サソリ座っていわゆる裏が好きな人なのです。誰かを好きになる時も、その人が自信満々で振る舞っている表面ではなくて、時折見せる裏面、例えば重大なプレゼン前の自信のない表情に強く色気を感じたりするのです。あなたは人間なり物なりがここを見てと主張している直球の部分をあまり見ません。信念を持って自分なりにこの人のここがかっこいいと思える部分を見つけます。どこかで働くにしろ、あのベンチャー企業は保証がないから辞めた方がいいなどと他人が噂レベルで言う表面的な情報を鵜呑みにするのではなく、その会社で働く人に会って話を聞いてみてから、この人はここまで細かいことに配慮して未来を見ているんだ、よし、この仕事に命を預けようと自分の目でしっかりと確かめて関わるものを決めていきます。その一方、いろいろな情報を見すぎてしまうことによって迷って決めれなくなるという弱点もあります。そういう時のあなたは、誰かの役に立たない自分は無価値だと焦ってしまっていることがあるので、そこだけは注意してあげてください。サソリ座の強さは美意識によって支えられています。今ここで弱音を吐くなんて私らしくないとか、美意識を持ち続けることによって自分を支えようとするのです。だからこそ時々素直チャレンジをしてほしいのです。美意識に支えられたあなたは、理想の私ならなんて言うかをずっと自分に課してしまいます。それはいいねとか、それは嫌とか、そういう素直な反応を出す機会を時々は持ってほしいのです。頑張ったらできなくもないんだけど、めんどくさいから嫌だ、ニコとか、笑顔で屈託のない正直さを出すあなたはすごく魅力的な存在になっていきますと書いてます。で、そのままサソリ座の悩みという項目があるので、そこを読んでいきます。サソリ座は復縁絡みの悩みが多い印象です。サソリ座の人って人間関係も恋愛も仕事も生きていく究極のテーマも全力で報いることなのです。だからあなたの心の中にはいつも、あの時こうしてあげればよかったとか、本当にこれでよかったのかな、私は自分勝手なのかな、というふうに他人から見た時の私を見すぎてしまうところがあるのです。あなたはいついかなる場面においても 100% を目指します。 100% を成し遂げた私とか、 100% この人と分かり合った瞬間、それはもちろん目指し続けてもいいのです。でも 80% の自分で 20% 絶望する瞬間があって、どうしようもないと思えてしまう過去があったとしても、どうかどうかあなたは大切にしてあげてほしいのです。あなたを大切にしてあげてほしいのです。だって最高を出す人の原点や過程って、どうしても最低があったはずなのです。最低な瞬間も自分の一部として大切にしてきた人に最高って見えてくるものだから、と書いてますね。なるほど、どうでしょう、サソリ座の方々、聞いてくれてますかね。サソリ座の人は意外と、意外とというか、僕はあんまり多くないですね、周りに。何人かはいるけども。当たってるかな、ぐらいですね。僕もそこまで、そのサソリ座の人のこと詳しくないから、なんとも言えないですけど。でもね、このね、特に他人から見た時の私を見すぎてしまうっていうのは、すごく、ちょっと共感するかな。って感じです。はい。というわけで、今回の虹色音声は、椎茸占いから、サソリ座のお話をしました。他の星座も、また次回喋りたいと思いますので、楽しみにしててください。それでは、さようなら。